リートンソッシーのラジオ歴史小噺、思わずシェアしたかなる歴史の話です。いやー、もうね、12月19日と、水曜日でございます。今回はもう始まってきたわけですけど、やっぱり冬というとね、はい、日本海側とかね、こうなんかあれ来るうんこう冬景色を思うわけですけども、はい、冬景色というとやっぱりね、津軽海峡、うん、冬景色、青森県。 石川さゆり。はい。ということで。昭和歌謡の。昭和歌謡のね。イメージが。はい。津軽海峡冬景色とあるわけですけれども。ちなみに何年の歌だと思います。津軽海峡冬景色。っえ、僕が生まれる前。そうですね。そうすると、まあ、紀元前4000年ぐらいから。まあ、そうですね。もうちょっと前かな。1900何年だ。何年代。 70年代とか70年代、はい、そうなんですよ77年の歌77年ですか7年の歌なんですけど、はい、津軽海峡冬景色の歌詞なんとなく思い浮かびます、えー、思い出せません <laughs> 上の初の夜行列車<は>これ以上歌うとちょっとどうなるかわからないのでやめときますけれどもうこうやっぱり夜行列車に乗ってとかっていうのでうまあこう新幹線とか日本の流行通も 自体ががまだ今の僕らがこう今ねリニアの建設とか一生懸命進んでいるわけじゃないですか東海道の方でまあ北の方では今年、今年だっけ北海道新幹線函館まで沿線したろもそういうこうで北陸新幹線とかもね長野新幹線とかも僕らが生まれた後とじゃないですかできたと。 昔やっぱりこう上京する東京に出てくるっていうことだけでもやっぱりそこに哀愁漂うその距離感というかまあ今よりももっと日本が大きかった広かった空間的に今ねこうリモートワークで地方創生みたいなそういう文脈もあったりとかこうなんでしょう一概に冬だから故郷を思って懐かしむとかな,んかなんかちょっと違うそのわびしさ寂しさ感が。 だいいぶ薄れていると思うんですから長野新幹線長野オリンピックに合わせて長野新幹線ができちゃった時にも長野って結構あの時計とか精密機械の工場 <うん S 2> あの水がきれいで山で標高も高くてということでいろんな条件があってこう精密機械の工場とかが多いので結構,結構東京から出張者が行ってたんですよ。<うん S 2> 便利になっちゃった結果何が起きたかというと止まらなくなっちゃったんですね。 宿泊日,帰日帰りで出張ができるようになっちゃったから、うん、ビジネスは確かに早く物事が効率よく進んだかもしれないけれども<あ>そのせいでと<あ>ここはせいでと言ってしまいましょう、うん、一泊しての,その風情とかね、はい、こうそういったじばじばが東京に吸い取られるというような状況にもなっていってしまうということを鑑みるに。はい 交通網の発達というのはね昔これ武さんでしたっけね、うん、どなたが行ったか覚えてないですけども、うん、狭い日本、うん、そんなに急いでどこへ行くという、うん、フレーズもありますと「り」なんですが一方で、うんはい、青函トンネル青森函館トンネル略して青函トンネルなわけですけども、うんうん、これができたのは1988年なんですね。 でそれだこう津軽海峡冬景色の歌詞の中にも連絡船に乗って北海道に帰るってあるわけですよ。でその連絡船冬場のね渡る連絡船ってなると当然事故もあったわけですよ大きい。でもそういったことがなくなるっていうことでトンネルがあって基本的にそういう青函トンネルでできた1988年開通したあと。 あと飛行機技術の発達とか LCC とかねう<ー>そういうものもあって事故が減ったと。 あ、うん、ありりががたたいいここととですそれはありがたいことですよね、うん、だから、やっぱり利便性何を持って何を追求するのか、はい、まあ安全は多分追求していいことだと思うんですけ、はい、ヒヤリハットぐらいはねなんか人間緊張感を保つという上で必要かもしれないですけれども事故を起こす必要はないわけねそうです、ね、そういうことを考えるとやっぱりテクノロジーとどう向き合っていくのか、うん、こう我々がこうまたねこのトークが。はい このトークセッションが30年後、40年後に聞いたときにどういった価値を持ってくるかというのはやっぱりそういった本質的なところとどう向き合っていくかというところが非常に重要になってくるのかなと思います、うん、テクノロジーで便利になると失われるものがやっぱあるということを知った上でテクノロジーを使うのかどうなのかというところのなんかお話なのかなと今、聞いてて思いますね。はいなんか とはいえやっぱ東北ってご飯が美味しかったりするじゃないですかなんかゆっくりねあの時間が過ごせるそんな旅もまたしてみたいなと思いましたラジオ歴史小話お会いだいりとんとソシでした